バルセロナの元スペイン代表 DF ジェラール・ケは、場合によっては今季絶望とも見込まれ、負傷からの早期復帰を果たすことになった。ヤンピオンズリーグ、CL のパリ・サンジェルマ、PSG 戦に向けた招集メンバーに名を連ねている。シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、バルサはうつつ、時間16日に行われる。PSG 戦に向けた招集メンバー、当日午前に発表。昨年11月以来戦列を離れてい、ピケも21人のメンバーの中に名を連ねた。ピケ、11月21日に行われた、ラリーガ第10節のアトレテ、コマドリード戦で、負傷交代し、クラブは翌日、靭帯の損傷と診断されたことを発表。スペ、メディアでは、手術を受けるのであれば今、絶望、保存療法でも3ヶ月から4ヶ月程度の離脱、いう見通しが伝えられていた。手術は行わな、ことが選択されたが、それでも当初の予想よ、早く3ヶ月弱での招集メンバー復帰。スペイン、ディアでは、ピケの復帰について、記録的、奇跡、あるとも伝えており、PSG 戦でベンチ入りではな、早速先発復帰の可能性も十分にあると予想、れている。両。